皆さんこんにちは、エルダです。今回は大好きなカフカの異物比較とビルド別のダメージ比較をしたいと思います。カフカに関して言えば持続ダメージで火力を出していくキャラですが、持続ダメージを出すにも手の割り振りっていうのはとても大変ですよね。カフカを育成するにあたって攻撃力に振るのか、会心に振るのか、2極に分かれており、結構悩みどころかなと思います。持続ダメージの計算に会心が乗らないのでいらないという意見もあります。ですが、一方では会心率がある方がダメージは高くなるという情報もあるんですよね。この辺りは凸によっても変わるので、育成する時に情報として結構整理するのは大変です。なので、実際に使っていて内部部分というところになるので、今回は新しい異物を比較対象とし、火力を伸ばすための無凸カフカの検証をやっていきたいと思います。ただし、今回の比較には計算式ではなく、普通プレイでダメージを算出していきたいと思います。出たダメージをそのまま比較するので、率ダメや減戦度合いで変化が起きますので、その点はお気をつけください。それではまず、比較の内容について話をしたいと思います。この辺り説明が多くなりますので、結果を見たい方は概要欄から飛んでいってください。今回対象とするのはこの4種類でいきます。雷鳴、星々、囚人。あとは雷鳴グラビモス、囚人グラビモスという感じです。4種類ですね。で、ステータス的に1と2に関しては会心ビルドで行っていきます。なるべくそのダメージが乗る分一定の火力は出せるかなと思いますね。で、3、4に関しては今押しに押されている組み合わせですね。で、こちらはどちらかというと会心よりも速度を意識するというところが大事になってきます。で、デバフの数で火力が伸びますので、会心率などは無視するので、この辺りどのくらい差が出るかというところですね。ただ、なるべく会心率は近くしたいので 60% 超えを目指してます。で、会心ダメに関してはどうしても差が出ましたね。で、1と2と3と4に関しては、それぞれの効果を発揮できるように足の装備を変えて比較します。グラビモスの影響ですね。で、1、2は速度を捨てて攻撃力に振ります。3と4はグラビモスの条件を満たすため速度に変えます。この条件をもとに異物を比較しますので、攻撃力にはかなりの差が出ると思います。ここがどれくらい大きくなってくるかというところですね。で、続いて比較する公演数については4つを候補としてます。持ち武器の松のみをはじめとし、孤独の癒し、獲物の視線、フェルマータで比較していきます。また手順も固定ですね。基本3歩の必殺、アスタの必殺、で3歩アスタは通常攻撃、でその後カフカのスキルと必殺技をします。で、カフカのこのスキルと必殺、それぞれを計算していくというわけですね。これにより手順は同じでデバフの数も3以上維持できるので、こちらを条件とします。ダメージの計算については、カフカのダメージのみ、なので雷系のダメージと持続ダメージですね。こちらのみを算出します。では、説明も長くなりましたので、実際の数値を見ていきましょう。はい、では先ほど動画を見ながら数値が見れたかなと思いますが、これを改めて全部の数値を出して並べ替えるとこんな感じになります。もちぶきの松の実を持っているなら囚人、星々のように会心率を上げる方が良さそうですね。ですがグラビモスの源泉が星々を超えればダメージが上回るのかなと思います。どうしても会心率ダメの関係が出てきますからね。で、もちぶきがない場合は孤独の癒しがいい感じにダメージが出てます。必殺技に関しては、どれも数値がいまいちっていうか近いんですよね。なので、スキルのダメージを意識するといいかと思います。どちらの頻度が高いかとやるとスキルの方ですからね。で、全体的に星々の方が上に来てるようになっているので、無凸の場合は会心ビルドの方が良さそうというのが言えますね。ただ、厳選難易度に関しては、星々はめちゃくちゃ難しいです。っていうか、やっぱ70のラインが難しいですね。で、グラビモスの方は集めやすいので、こちらの方が、編成とかいろいろ考えるといいのかなと改めて思います。ダメージ的にちょっと差は出ますが、1000、2000というとこですからね。それでは、異物の結論について話していきたいと思います。いろいろ話してきましたが、万人受けっていうところで言うと、囚人プラスグラビモスがいいのかなと思いますね。厳選の難易度的なところです。で、厳選時間が星々とグラビモスで比較したとき、グラビモスの方が結構楽だったんですよ。これ、星々結構やってて、で、グラビモスの方はそもそも会心率のラインっていうのが低かったので、すぐ火力を出すっていうか持続ダメージで出すっていう場合はこちらの方がいいです。でダメージ自体はちょっと劣るんですけどカフカを使う分には問題ないラインだと思いますね。ただダメージをどんどん上げていきたい、狙っていきたいとなる場合は囚人星々で会心率75を目指すのがいいです。僕はもうこちらの方の厳選ができているので使っていますが、やはり持続に依存しない点がダメージとして安定しますね。めちゃくちゃ安定します。で、実際に囚人星々の組み合わせで裏庭ですね、現在新しくなって難易度高くなってますが、こちらも8をオートでいけましたので、火力がある程度出せるのではと思ってます。それぐらいいければ正直強いですからね。厳選に時間が割けるとか、まあ、カフカが大好きだっていう方にとっては、まあ、囚人星々の回心ビルドですね。まあ、ただこれは凸がしてない前提の話なので、まあ、1凸2凸していくとまた条件変わりますので、そのあたりは気をつけてください。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。